あとフィリピンの 0.26 リズムエイド。沖縄で玉砕されました24師団の通信隊の、ここに書いてありますけど、ノモンハンですね。ノモンハンで壊滅的な打撃を受けております。それからまたもう一回再編成をして、また今度あれしたんですが、沖縄で玉砕されております。24師団前田高地の戦闘というのがありましてね、海軍記念日、海軍記念日を期して一斉反撃して、あわや米軍を追い返すんじゃないかというところまでやったんですけど、悲しいかな、補給が続かず玉砕をされてしまいましたです、ね。まあ、凄まじい戦闘されたですね。ありがとうございますね、本当。ですからね、これはもう本当に後世の我々もみんな反省しなあかんことですけど、この人たちが言われる平和とですね、我々が考えるとわけが違う。それだけどうか、みんなね、この戦争を傍観者になってしまった。我々も含めて戦後の人間はどうかい、この人たちの言う平和と我々の考えてる、ね、平和とわけが違う。命がけでこの人たち平和と思いに対して望まれた。それだけだ。ニューギニアの23の野戦艦も使用です。杉田先生なんかも知っておる、皆様知ってみますか、柴田康夫さんって名古屋で会計事務所に立っておられたんですよ。最後の部隊長です。この人はですね、3年前までお元気でございました。いつも言われましたんですよ、ここに864名の方が戦傷されておられます。野戦貨物庁、戦闘部隊じゃありません。補給部隊です。この中のですね、9割までが餓死だったと。補給所でありながら餓死だった。下の方、みんな台湾の方です。高砂義勇隊です。出身地をこう書いてございますけど、八徳だとか、紀山だとか、東園ですから、いわゆる、高砂族の中の一番首蹴りが激しかった、タイヤル族の方だと思います。この人たちの中ですね、最後まで、柴田先生おっしゃる、お名前をおっしゃらなかった、教えていただけなかったですけど、この中の誰かで50キロの米をしょったまんま餓死していたと。いや、ダメでした。後から石膏にいた将校さんが見つけて、で高砂族の仲間に聞いたらですね、お前の仲間はどうして背中の米を食わなかったの。そうしたらみんなが、背中の米を第一線で兵隊さんと一緒に食べるの、この米はここで食べたら死的行為になる、だから食べなかったんだ。そう言って、返事が返ってきたそうです。みんなが声を上げて泣いたそうです。67戦隊ですね、陸軍の戦闘機部隊。有名な加藤隼人戦闘隊は64戦隊ですね。まあ、ここにございますようにですね、戦闘機部隊ですので、全戦線をこうあれですね、戦っておられますね。これちょっと覚えておこう。満州の805部隊、5大隊、最後はこのマーシャルで玉砕されておられます。この部隊もノモンハン以来の優先の部隊です。ノモンハンというのはですね、日本が一方的にやられたようなことを言われておりますけど、実際は五分五分、もしくはどんな悪く見ても四分六であったと。凄まじいですね、向こうにも打撃を与えている。ここにありますけど、包囲殲滅する大戦果を挙げた治められたと。本当にこれは本当なんです。確かにひどい目に遭いました。しかし向こうも、随分ひどい目に遭っております。そういう部隊が最後はマーシャル諸島で玉砕をしなければならなかったと。こういう、お気の毒な。死力を同時19日、祖国の不滅を念じつ、部隊長与那大佐、大佐を先頭に最後の切り込みを敢行、全員玉砕したるものである。残った方がですね、体力残った方は、残しの火を立てられましてですね、
この部隊はですね、機動兵4連隊。こちらに、どうかこちらへ。こういう状態でですね、この頃も機動兵というのは大東亜戦争の頃は、もうみんな戦車になっております。支那派遣軍の直轄部隊ということで、最後までこういう状態で戦闘されております。これ、私は自衛隊で大砲を撃っておりましたんで、わかるんですが、これ、我々にとっておもちゃです。70ミリですから、こんな、もう7センチですから、こんなもんですな。これで、老化校の飛行場を、昭和20年の6月、終戦2ヶ月前にですね、B29 の中継基地の老化校の飛行場を占領してるんですよ。豊橋の騎兵26、27、後兵26と合わせて、名古屋の、第三師団の、さっきの、一緒にですね、だからどんな悲惨な戦闘されたか、向こうを逃げながら我々はやられていたってよく言われます。さらにですね、後兵ですから馬がたくさんおりました。こうして軍馬の墓を作りましてね、まあ実際遺骨は入っておりません。引き上げるときに人間は捕虜として、まあ扱われて復員できたと。馬も犬も鳩も武器として接収されたと。馬が泣いてついてくるんだそうです。犬がこうやって吠えてこう引っ張るそうです。どんなおつもりだこの人たちは、馬を捨てて帰ってきたか、犬を捨てて帰ってきたか。60番台、50番台が戦闘機です。70番台、75戦隊、陸軍の軽爆撃機。救急軽爆って弾倉の開くのご存知ですかね。まあ、救急軽、あと、80番台が重爆撃機。90番台が偵察と、まあ、昭和18年までは、そうあの18年の半ばぐらいまでは、まあ、区切っておりましたね。それ以降もあの編成といてバラバラになっておりますけど、まあ、軽爆の部隊で、まあ、ここに書いてございますけどね、300を超えた人はこう急行爆撃と意外にこう被害が多いんです。たくさんの方が亡くなられて一生懸命だとかある。こちらは150戦隊。ここにありますのは、はやぶさ。まあ、一緒ですね、これ。まあ、この最後、早くなってますけどね。はやぶさね。ここにあります。インパール作戦にあたりては、再度チッタゴンを襲い、敵空挺部隊を攻撃し、敵将して三端せしめたる、ラモー守備隊に空中補給を敢行し、さらには見事な飛行場を吸収すると。どんな戦闘だったか、インパールの徐行作戦として、菊兵団、竜兵団、福岡の、部隊ですけどね、この2個師団がですね、雲南を攻めてるんです。まあ、それを徐行作戦でやったんですけど、それで、このラモーというのはですね、ビルマと、今のミャンマンですね、川をドコーという川を挟んで、こちらは中国領、こちらは、ビルマ領と、その国境地帯を守備してた。1300名でですね、金光慶次郎という、砲兵少佐。この人は1300人、雲南遠征軍、障害石のですね、雲南遠征軍10万をですね、ここで107日間ここで阻止しております。もちろん、一辺残らず玉砕しております。脱出した2人の、木下中尉という人はですね、豊橋出身なんですよ。豊橋で建設会社やってる。まあ、お言葉は聞けなかったで残念ですけどね、聞けなかったで残念ですけど。生き残った。これで、いや、脱出ですよ。記録を持ってお前だと言ってね、3名ね、その人たちだね。ジョローさんに至るまで、あれはありましたもんでね、慰安所がありましたもんで、そういう人たちが15人おります。皆さん生産官僚で自決されて、まあ、紹介席がですね、我が軍の功をいかに少ないことよ、乱暴守備隊の日本軍になられて、まあ、それも逆感情と言いますね、逆に感謝をしてくれた、そういう部隊で、それに空中補給を敢行してですね、金光少佐がここだけで10機のハヤブサを失っております。64機しかないんですね、1個戦隊が。そのうち10機をこのラモードを失っております。来てくれるなという無電を打っております。にもかかわらず最後に投下した補給が手榴弾500発だった。